ミニ四駆、だいぶ改造終わったよ。だいぶかっこよくなってるよ。もう結構かっこよくて、公道を走れるようになったから。隣ごとをしながら生きると、ビークスパイダー。俺のビークスパイダーかっこいいでしょ。俺のマシンおでばちゃす。んの。俺のビークスパイダー。やっぱ立体っ自てかっ分こいいがね。歌をあまり歌わないんで、金かけただけあってかっこいいぜ。歌がなんであって、みんなどういう声で歌ってるかということをほとんど知らないです。なんとも言えないです。かっこいいでしょ。あと、タミヤカラー買ったそかういえばら、じゃ塗装もしないと。吹き上げて。自分一人でいるときはさ、音楽はかけないし、そして、何にもいや、最近はテレビでさ、見るとあ見なきゃなんないかと思ってつけることもあるんですけど、本当は、きちんとし静かに静まり返ってた方がいいです。で、それで、自分の考えることを考えて、それで、きちんと静まり返って、これが、何も言うことありません。それだけで、それすごいと思いますよ。本当に何も言わない。だから、だから、自分に集中してそれに夢中になっていれば、あとは静かになるということかな。ホームページ。もうリスナー同士の喧嘩とかも見苦しいし、アンチの放送を見るとかバカすぎるでしょ。リスナーの喧嘩って何ですか？リスナー向いてねえよ。リスナーの喧嘩って何ですか？なんか、見てる人同士で喧嘩してんだって。バカすぎるよ。そしたら和道さんがはい、しげ相手さんいに立らっってしあゃい。いげるのは和道さんの役目じゃや、ないです相手か。に立つってさ、そんなことやってたらキリないもん。俺な、何千人もリスナーいるんだよ。だったら俺の凸上がってこいよ、ボンも、ミュールも、サクッとラも。いや、上がってこいよ、凸かけてこいよ。バカすぎるよ、お前ら。やってることが。そうですね、ここに来ればいいんですね。電話かけてこいよ。文句あんなら、聞いてやるから。バカすぎるよ、アンチの放送で喧嘩してるとか。シートくだらねえよ、本当に。よくわかんないな。そんなもん見てる方が気持ち悪いし。まだ懲りてねえらしいな、お前。いや、じいさん、嫉妬っていうのはよくわからないけれども、ねえ、言いたいこと言えばいいじゃん。何かな、ていうか、俺の枠で、俺のことで喧嘩するんだったら、俺の枠でやれよ。おばちゃん、自分のことに精一杯だから、人に嫉妬してる暇はないです。嫉妬っていうか、バカすぎるよ。何にもこれがいいと思うものはないです。で、それで、俺のファンをやる気あんのかっ思ていううこね。とは、ならサクッとらじゃない。お前が俺に言ったんだよ。サクッとらは俺に言ってねえよ。お前が俺に言ったんだよ、配信によっバカて。が。まだ懲りてねえらしいな。ならサクッとらみんに言ってなくだがさいじゃないよ。良おい前が俺に言ったんだよ、人生をバカが。気づくことを、そして気づいて。文句あるんだったら人に告げ口とかかっこ悪いことやんないで直接言いに来いっつってんだよ。ならじゃねえよ。俺お前に言ってんだよ、バカが。まだ分かってねえのかよ。嫌いだっつってんだろ、陰口とか、妬みとか、嫉みとか。鏡見てみろ、てめえらがどういう顔してんのか。妬み、嫉み。くだらねえよ、人の悪口言ってこき下ろして。てめえで鏡見てみろよ、どんな顔で言ってんのか。自分と戦うときは己ですって言うんですよ。さて、言ってんの？今日は、そのおばさんは、私のことかばってて、自分がそんなに可愛いかよ。皆さんの、
アホすぎるわ、本当に。スクエアと出して、敵をやっつけるか、もしくは敵が、いない。アホすぎる、本当に。それやって、おばさんの配信です。では、ありがとうございます。俺にそれを言う必要があんのかっつってんの。わかんねえやつだな。誰かなんか言ったの？うん。あ、ごめんごめん。悪いね。嫌いなんだよ。人の悪口とか。世の中てめえの思い通りに回んねえんだから。全部お互い自分がやってきたことの積み重ねだろ。本人に言えよ。だから、そうですね、それはまともな意見ですね。まともでしょ。俺が最も嫌いなタイプの人間だわ。もう陰口とか妬みそねみとか告げ口とかくだらねえよ、ほんとに。風船ありがとう。だってそれは人間なんだもん、しょうがないじゃん。人間はだから神になるために修行すべきだと俺は思うよ。どんな人間も、妬みそねみから何の修行したら逃れられるの。妬みその意味を抑えるのが理性だと思ってる俺は、うん、妬みその意味は消えないかもしれないけど、そういう人間と関わってる時間は俺にはないよ。理性ってまあ、和藤さんは理性だけど他の人はそうでもないんじゃないかな、感情で生きてんだろうね。感情で生きるって子供がやることだから。俺に告げ口してる時点で陰口だっつってんの。いや、感情できるって、これはでもまあ分かんないんだよ。感情で生きてしまったらもうしょうがない。だからそう、しょうがないんだ。しょうがない。だからこれは世の中が変わって感情がで生きれなくなるまで待つしかない。うん、俺嫌いなの、群れるのもそうなんだよ。群れると弱くなるんだよ、人って。自分の意思をどん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 殺していくんだよ、自分の感情と。群れるって、群れるってつるんだりとか徒党を組んだりとか、弱い人間が弱い人間と組むと嫌なの俺は。あ、弱い人間と弱い人間が組んでること。そう、グループで悪口言い合うだけで負のパワーが連鎖するでしょ。グループってそういう弱い人間同士が集まった団体はみんなお互いに悪口言ってるんですか。そう、俺は嫌いだそういうの。わかんない、弱い人間の団体ってどこにいますか。弱い人間がつるんでるのがやの。強い人間はつるむ必要ない。一人で生きていける。そうだよ、おばちゃん。じゃあうん、一人で生きててるからそれはあれだよ、うん、誰かにお願いしますってことはないけど、お願いしますじゃないかな、うん、弱い人間の影響を受けて自分を下げたくない。うん、そう、俺が言ってるのそれ、まさにそういうこと。弱い人間の意見で自分を避けたくないって、そういうこと。人を言い訳にするな。いやでもさ、みんなこれ見てる人みんなどう。Mm-hmm.
強い人間にそうなりたいと思って見てるんじゃない？じゃないだろうね。そう？わかんない。どうなのか。それはわかんないけど、どういうつもりで見てるのか。俺は強い人間になれっていうわけじゃないんだけど、せめて人の足を引っ張る人間にはならないことが大切なことだと思ってんのよ。いやだから馬藤さんもそうだけど私もそうだ。なんか、うん、うんと強いか、うんと価値をその、うんと発揮していけばみんな強い人間になるよ。うん。だから。言いたいことあるんなら、そういうことは凸かけて言ってこい。和藤さんは人と人が信頼、聞いてやるから。ただもう自分が可愛い、自分が可愛いなやつ俺好きじゃないかんな。神を信頼することによって全てが動く。神を信頼することによって全てが動く。それがそれを、うん、言いたいことがあるならね、ないなら黙りなさい。誰も喧嘩しない。神を信じることによってないんだったら口をつぐむべきだよ。神を信じるっていうのは、うん、簡単なことは自分。いやだから囲いが気持ち悪いって言ってるの、そこなんですよ。自分の楽しいと思うミリチンさん、俺は囲いもアンチも一緒だって言ってんの、全く一緒なの。やれば、うん、普通にファンでいいじゃんって言ってんの、うん、それはその囲いは嫌いなんだよ俺。囲いなんていらねえよ。神を信頼することによって人生、うん、他のサイトで自分のリスナーが叩かれてて守ることは悪いことなの。違う、リスナー同士が喧嘩してんだって。数そんなの俺が口が挟む問題じゃないよ、うん、でしょ。あ、ありがとね、うなちゃんマンコ確認したよ、ありがとう。ちょっとね昨日バグが多くてできなかったんだけど、結構すごかったよエフェクトが。ただね通知の機能がなかったから、そこはちょっと問題あるなと思ったけど、もうこの前それでバンされてんのに、ブロックされてんのにまだ気づいてないらしいね。生主同士だったら、生主はお互い自分の言いたいこと言うから、とつかけて。リスナー同士なんかくだらねえや。しかも俺のリスナー同士だろ、そんなのさ、俺のヘイト集めてる放送主のさ、思うツボじゃん。だから応援する気がないんだよ。普通だったら俺のヘイト集めてる放送だったら通報入れるはずなんだよ。まともなリスナーだったら。和道の悪口言うなって。和道話題出すなっつって、運営さんに通報するのが普通なのに、そこで悪口言い合ってんだろ？バカすぎるわ。うん。プロ配信者だよ、俺は。和道さんも強い人間。和道さん、あの、西野さんだ。西野さん強かったよ。西野は強いよ、うん、あいつは群れない。うん、西野は強い。俺はプロだよ配信の。何でも聞いて。まだ言ってんのお前。だから言いたいことあんなら、トツかけてこいっつって、黙ってろよお前ボン。まだ懲りてねえみたいだな。それで終わりじゃねえよ。黙れっつってんだよ。
おめえが話題振ってんだろ。気分悪いっつってんだよ。黙れよ。うん。まだ分かってねえみてえだな。迷惑だっつってんの。ごめんじゃなくて黙れ。お前は。いや、ワドさんにこれ、福祉を言えたり、福祉がうんと、じゃなくなったから、だから相手はきっと。うん。うんと、石野さんも相手はきっと、なんか、うんと、なんかこれと思うことはない。やるんじゃないかな。うんと、そのうちね。うん。めんちゃん、ごめんね。なるほど。石野さん、自分に集中してればそれやだよ、本当、周りのことはあんまり言うと気になってない人だったから、うん、なんかこれと思うことはやると思う人。そうだね、石野ものんちゃんもなんか始めたら応援したいなと思ってる。あ、のんちゃんは、本当、うん、のんちゃんさ、うん、強い人間だけど惜しいね。惜しいね。ああ、そうなんだよね、うん、惜しいよね。あの子はね、才能あるんだよ。いや、あれだね、本当、うん、何でもできる、何でも分かってるけど、だけどちょっと惜しいんだよ。そう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 、もう少し。はい、キャンプソールの女いらっしゃい。人の不幸をすする悪魔だよ。人の不幸の蜜を吸って。そうだね。別に好きなことやるのが一番いいんだよね。絵とかにとらわれなくていいと思ってる、俺も。好きなことやるのが一番いいよ。絵は確かにうまかったよ。だからね、これのんちゃん描いた絵ここにあるよ。あれだよ、これがのんちゃん描いた絵。のんちゃんの絵、これどっちから見るんですか、うん、これ正面になってるんですか。そう、こうやって見る。日焼けあんま好きじゃないんだよね。今絵見て、いやだから、うん、あの絵がうまいよ。新商品が一緒になってもだからね、うん、あれだよ、とのんちゃんにやと八百屋に毎日買い物行けばって言ったんだけれども、うん、それとなんか体をトレーニングする方法、そう、そのなんか、うん、筋肉が強まる方法を、うん、何か講じて、それだんだん強まっていくのを我が身で感じると、そうすると、うん、で毎日やるやりに行って買い物してくると、うん、これで、絵の世界ではな、いけると思いますよ。俺もそう思う。運動が足りない、運動が足りないんだよ、のんちゃんは。運動が足りないの、外に出るのが足りない。ああ、俺も全く同意見。だから、これを絵を見るとみんな自殺しやすくなっちゃうんだよ。だからこれは運動して、うん、そして、自殺するのをやめる力を作って、そして、八百屋に行って、そして、
その力を円にすると、みんなに広げると、それがええな。うん、のんちゃん、あの、欲しいよ、本当に欲しいよ、のんちゃん。のんちゃん欲しいよね。それは真相意識が深いだから、それ和道さんだよ。これ俺ね、あ、俺のこと書いた。うん、あ、これ配信に入れないですか？これ、これがのんちゃんの絵です。反射しちゃうんだよね。よく見えないかもしれない。はいっす。この絵がその間にあると、カメオいらっしゃい。の、うんと、のんちゃんの筋肉と目にみんなに映れば、みんな光ります。自分で言えるんですか？これ、うん、これ自分の写真撮ったんだよ。ほんと、こういうのってどこから持ってきてこれ入れるんですか？ツイッターに写真を iPhone で写真撮ってツイッターにアップロードするの。あ、これはツイッターを出してるもんで、うん、それはツイッターをここに出したんですね。そう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 、うん、そうだよ。そうそう、マイクつけるためにネックレスが必要だったの。そうだから、ピンマイク用にいろんなネックレスつけてんだけど、そう、ネックレス用のピンマイクだよ、ニューちゃん。亜生さんはほら、お仕事でずっと外出てるからさ、日焼けするの。日焼け、うん、そう、仕事で外にいるからね、だから、うん、これしょうがないよね。いや、仕事ばっかりしてしょうがないよ、ね、働き者だもんね。しょうがないよ。いや、だからさ、なんだろうね、リスナーさんの健康と、それからみんなの健康を気遣って、そして外で金を稼ぐのは、これはまずい、まずいんじゃないかと思ってる。うん、だから現況のところ町内会と仲良くだったんでこれでいいけれども、うん、まあ、人を待ってやるかやるかどっちか、うん、
一応この仕事は一応体力増えてきてるんで合ってます。前高井さんが暑い中お疲れ様です。暑い中おばちゃんはさ、じゃおばちゃんには暑いも寒いもないじゃん。なんか、いつも違うこと考えてるんで、暑いも寒いもないです。なんか何も感じないですよ。こんにちは、夫婦ます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。こんにちは。付き合いもう3年ぐらいかな。3年ぐらい経つ？2、3年経つかな。もう付き合い長いからね、本当に。今度浅井さんで映画撮るもんね。映画っておばちゃん何するとこがいいのかな。大丈夫だよ、それは俺に任せてくれれば。いや、一番撮ってほしいのは、人が治っていくのが撮ってほしいな。例えば足引きずってたとか、これが治りましたとか、腰が曲がったら真っ直ぐになりましたとか、いいよ、目に見えるものがあるな。うん、オッケーオッケー。いつもありがとうね、浅井さん。いいえ、こちらこそありがとうございます。何ペコボコランド落ち込んでんの？うん、ねえ、なんもないよ、大丈夫だよ。浅井さん、ありがとう。気をつけてね。このバッグいいか。これかっこいいよ。もらったんだ。もらったの。これかっこいい、かっこいい。そう、うん、あそこ入れるのちょうどいいね。いや、出ないの回じゃないよ。見てなかったでしょ。俺今見送ってたから。今かけ直すよ。もしもし？もしもし？もしもし？宇宙人か、お前は。もしもし？もしもし？ブーじゃねえよ。もしも、え？もしもし？もしもし？もしもし？なんでこんな音悪いの？
もしもし？お前宇宙人だったのか。もしもし？いや、ブーンじゃなくて、ブーンじゃなくて、日本語で話してほしいんだけど。いや、ブーンじゃなくて、いや、ブーンやめて。ねえ、もしもし？あれ、サクッとら宇宙人だったのか。まさかの展開だな。人間じゃなかったっていう。俺のリスナー人間じゃなかった。なんなの、本当にこいつら。ブーンじゃねえから。ブーンじゃねえんだよ。なんか調子悪いじゃねえよ。うん。なんだ、ブーンって。意味がわかんねえよ、ほんと。宇宙語で語りかけてきたのよ。ブーンつって。何がブーンだよな。いやー参ったね。ブーンってハートありがとう、ヤク。いや、受けたっつうかさ、うん、ブーンって。いや、ブーンだから。ブーン、ブーン。スターウォーズみたいな、ライトセイバーの音みたいになってたから。しょうもないね。そうだね、多分喋ったらブーンってなるんだろうね、タイミング的にね、うん、いや面白かったね。持ってるね。はい、ワードツー、トーマスさん。もしもしだけ聞こえたね、2回目。会社辞めたんだ、今日からプー。あー、いくつぐらいの年齢は、タミヤ、もうほぼ完成だから、ほぼ完成だからな。やるっつっても、あと肉抜きとかの作業なんだよね。色、カラーと。うん。あと走らせてみないと分かんない部分がかなりあるから。もうほぼ完成でしょ、これ。うん。まあ、いいんじゃん？知らねえよ、ボン。おめえ書けろっつったら書けなかっただろ。おめえはもういいっつったんだろうがよ。まだ走らせてないよ。電池も入れてない。年間パスポートもらったから、もういつでも走らせられるかな、新橋に行ったら。年間パスポート発行されて。かっこいいよ。これがタミヤの、その新橋の本店の年間パスポート。これがあると、1年間フリーで大会出れるし、走らせることができるし。
レーサーだね。そうだね。デチュいらっしゃい。そうだね。俺今日からレーサー名乗ろうかな。まだデビュー前のレーサーだね。そう。俺はこのマシンに乗って羽ばたくんだよ。俺のビークスパイダーだよ。うなれ、ビークスパイダー。ダメだ、そのセッティングだとコーナーで。あ、ピュンピュンピュン。ビークスパイダーを舐めるなよ。俺のチューンを見ろ、カシャーンつって。な、なにこのマシンに乗って羽ばたくんだよ。そうそうそう。俺のビークスパイダー。どんなチューンをしたらあんな走りができるんだ。あいつは天才かもしれない。でもね、幅とか高さとか重さとか結構大変なのよ。いや最近宇宙のドキュメンタリーばっかり見てんだよね。相対性理論とか膜宇宙論とか相対性理論とか、あとなんだっけな、超弦理論か、超ひも理論、うん、そうそう、新橋にタミヤ公式のショップがあんので、そこでパーツ集めて買ってんだけど、うん、物理は面白いよね。その観測視点が変わることによって数式の見え方が変わるっていうのがすごい面白くて、トーラスやめとけよお前、なんだっけ、サバイブじゃなくてトライブだっけ、なんだっけお前やべえやつ来たな。ホッケさんバカありがとう、楽しんでて。出たよ、洗脳されてるやつ来たよ。あれもなかなかな都市伝説だけどな、あれはやばいよ本当に。千場だよ千場。いや面白いっていうか、もう結構見てるから、うん、超弦理論じゃない、相対性の空間が歪むっていうの一般的な話じゃん。あれがすごいグラフで見ると面白くて、引力だって言われてたわけじゃん今までは。要は物質が重たければ重たいほど引き合うっていう風に考えてたの昔まで。だから重力とかがあったりとか、星が太陽の周りを回転するって言って。そうじゃなくて、質量が重た、要は重さがあって、大きさが小さければ小さいほど、空間が歪むっていう風にアインシュタインが考えたのが相対性なのね。で、簡単に言うと、平面がある。平面で表すと面を作るんだよ。で、そこに太陽とかブラックホールとか重たいものを掴むとグーって歪むじゃん。これを、地球とかが回ってるっていう風に考えたのが相対論っていう話を聞いて、あ、面白い捉え方だなと思って。和道のバッシング放送って何、うん、あ、まあ永久期間、いや、トーラスは永久期間のことないよ。永久期間はずっと、もうなんつうの、科学者が追い求めてるそのもの一つじゃん。永遠の命と宇宙の構造と永久期間。
で、永久期間はあるっていうふうに言われてるけど、どうなんだろうね。反作用を取っ払うってことでしょ、永久期間って。まあ、かなり厳しいんじゃないかなっていうふうには俺は思うんだけど。ブラックホールとかね。だブラックホールの中心になぜ熱が発生するのかとかも今その辺かな、うん、矛盾があるっていう。まあ何言ってるか全然わかんないんだけどすげえ面白いよね。あとその超弦理論に至るまでのプロセスみたいなものもすごい面白くて、例えばさ、昆虫がみんなが平面に見えてるものを観測する地点によって3次元にも2次元にもなるっていう。で、そのミクロに徹底してミクロまで追求していくと11次元になるっていうのが確か今の最先端でしょ。だからその観測の仕方、例えばさ、芝生の上を写真、芝生があるとバーッと広大な、でそこで写真をパシャって平原で撮ったとするじゃん。そしたら空と平面が見えるわけじゃん、草原が。だから平面に見えると。ただその草原の中をぐーって潜っていくと、目をこうこの辺に芝生をやるとギザギザになってたり草が生えてたりするんじゃん。だから立体だっていう3次元に気づくでしょうっていう、それに似てるんだっていう話をしてた、だから観測地点によって、観測の仕方によって平面にも 2G にもその3次元にも捉えることができるから、要はミクロに行けば行くほど次元数が高くなるんじゃないかっていう、数式上はそうなるんだよね。だからこの観測地点が変わると、その見え方が変わるっていうのは多分人間のその感覚器官の問題なんだなと思って。あ、インターステラーってどんなやつだっけ。そういう話はなんかワクワクするよね。例を挙げてくれるからかろうじてイメージ。多分それを数式上見えてるんだろうね、うん。数学世界だけでそれが見えてるっていうかね、やっぱ天才なんだなと思う、うん。社会も人も観測地点を変えると。だからそれが仏教の言ったことと、俺はなんかすごい、ブッダが言ったことすげえと思ってて、俯瞰してみろっていうことを徹底的に言ってるわけだ。で徹底的に個から見る、これ実はそのウパニシャット哲学に通ずるものがあるんだけど、徹底した個要は自分っていう視点から見る、突き詰めると自分しかないから、自分っていうのと徹底して宇宙とか、その一番俯瞰して見れる、要は上から見れる状態から見るのを、両方を突き詰めた状態っていうのが空だっていう概念だから、それは面白いよね。だから矛盾を超えてる状態、だからその科学者とかが仏教すげえっていうのはわかるよね。ここに真理があるって。だからその個っていうフィルターを外すわけじゃん、思い込みを。あ、まあそうだろうね、多分俺が言ってることが分かんないんだと思うよ。まあいいんだけど別に。分かんねえやつは分かんねえっていうのが俺の悟りだから。分かるやつは何も言わなくても分かる。分からないやつは何言っても分かんない。住んでる次元が違うんだ。だから浅井さんで言うとこの選ばれと捨てられですよ。怪我して一時期片輪になったら世界が広がった。弟が言ってたのが右利きだったんですよ。で左利き
右手が折れちゃったの、弟が。そうすると左手で利き腕が変わるわけですよ。1ヶ月2ヶ月って左手で使うから。その時の弟が面白くて、運動神経とか脳が変わったって言うんだよね。絵が描けなかったんだって。そう、芸術的な才能なかったんだけど、色彩感覚とか物の考え方とかがすげえ変わったって言って、で両利きになった瞬間、そのなんていうのかな、なんか脳が開くらしいんだよね。それを弟から直接聞いた時は面白いと思ったけど、普段多分その俺は右手に特化させすぎてるから左脳型だって言われて、うん、今言ってることはよくわからんけど和藤さんの配信は好き。まあ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 、わかんなくてもいい、うん、右脳が開いたらしいんだよね、うん、で性格がガラッと変わったのも、だから性格が変わったの家族も分かってたから、なんでなんだろうって言ったら、まあ腕が折れたのが原因だって本人は言った。あ、じゃあアイテム小じきします。音楽2分間流すので、もしよかったらアイテムください。よろしくお願いします。お願いします。はい、風船ありがとう。ケンジさん風船ありがとう。ジンさんバーガー4個ありがとう。ジンさんありがとうございます。はい、ありがとう。クソカスカウスバーガー1つありがとう。ありがとうございます。はい、お帰り。照り焼きチキンさん風船ありがとう。照り焼きチキンさんとホッケさん、風船ありがとう。みゆちゃん風船ありがとう。ありがとうございます。ホッケさんバーガーありがとう。ありがとうございます。ご覧の番組は、アイテムをくれたリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。はい、まいちゃん風船6個ありがとう。はい、ワドツー、ゆかねえ65個風船ありがとう。楽しんでて。で、観測地点を変えると見え方が変わるってさ、これなんかこう人生に通ずることだと思ってて、本当に要はね、観測地点って何なのかっつうと、やっぱり物差しだと思うんだよ。物差しを変えると世界そのものが変わるんだよね、うん、人間には物差しって言って、経験であったり知識であったりとか思い込みであったりとか、こう物差しを持ってると。で、物差しじゃないと測れないのよ、世の中の。自分の物差しで全部測って生きてんの、みんなは、俺も含めて。で、物差しが小さい人間っていうのは、物差しからはみ出すことっていうのは嘘だって考えるの。でしょ？自分が経験したことないこと、体験したことないことっていうのは、はみ出すもん全部嘘だって決めつけて間違ってるっていうの。でも物差しから大きい人がからすると、いや、それあるよっていう話だ。だ、物差しは大きければ大きいほど俺はチャンスが広がると思ってるから、物差しの小さい人間嫌いなのよ。話が合わない。少なくとも物差しを広げる努力をするべきだよね。受け入れられる情報の幅が限られちゃうからもったいないと思うんだよね。
で、物差しからはみ出すものがあったとき、俺はそれを確認するっていう作業、自分の中で答えを探す作業っていうのが物差しを広げる作業だと思ってて、だから俺が嘘みたいな話を聞くとワクワクするっていうのそこなんだよね、うん、多分だからさ、全く知らない人に空き缶拾いだけでさ、月に1日2万3万稼ぐおばさんが新宿にいるよって言ったら嘘だって言われるんだよ多分普通のなんか田舎の方に行って、世間知らずな女の子とかに空き缶拾いだけで2万稼ぐおばさん新宿に知り合いにいるんだよねって言ったら、俺嘘つき扱いされると思う、うん、でもそれって物差しが狭いからでしょ、うん、だからそういうのはもったいないよね、都市伝説レベルだよね。でも俺は目の前にいるし、友達で本当に今日もいたわけじゃん、浅井由紀子は浅井由紀子は今日も隣にいたわけだから、だからああ物差しの低い人間、狭い人間なんだなって。だって確認すりゃ済むことじゃん、本当にいるのっつって、面白いねっつってさ、じゃあ見てみたいわとか会ってみたいわ、うん、知的な好奇心って大事だと思うんだよな。だから俺冷静に考えた時、宇宙人いないって本気で言ってるやつやばいなと思ってて、で地球外生命体、地球外知的生命体はいないって言うんだったらまだちょっと賢いなと思うの。宇宙人と地球外知的生命体の定義が違うの分かるでしょ。で今度はだってさ、地球人がいる時点でまず宇宙人はいるんだよ。まずここで反論が出ちゃうわけ。だから地球外知的生命体はいないって今度考えるとちょっと賢いじゃん。要は地球人がいるからっていうことを分かっててその言葉を使ってるわけに、もう言葉のチョイスでそいつがどれくらいの教養があるか分かんの。だけど地球上にある砂粒の数より観測されてる惑星の数っていうのは多いわけだ。で宇宙時間ってめちゃくちゃ膨大なわけじゃん、ビッグバンから始まって。これを考えた時に地球以外の惑星が砂よりも砂粒の数よりも多くて、しかも宇宙って膜になってて、さらに宇宙があるって言われてる時代なのよ。これで知的生命体がいないって考える方がおかしくない？こっちの方が俺オカルトに感じるんだよ、冷静に考えて。この宇宙、膨大な宇宙の中で知的、要は能力、考える力を持ってる生命体が一種類しかいませんって考える方がおかしくない？そっちの方がオカルトに聞こえんの。でもそう思い込んでる人が多すぎるっていうかさ、物差し狭いな多いみたいな。どう思うみんなは。地球上にある砂粒の数より惑星の数多いんだよ。で知的生命体は地球人しかいません、絶対にいませんすげえ感覚だなって思うんだよね。逆にすごいわ。むしろいまくっておかしくない、おかしくないでしょ。うじゃうじゃいると思うよ俺。そうえぐいでしょ、はるかに多いんだ。グリーゼっていう地球そっくりな星を NASA が見つけた、うん、存在を証明しろ。証明できないよね、うん、証明はできない。だから証明、要はそれって要は答えが出た時に変わる人なんで、言ってた。宇宙人いたらやっぱりなっていう人。要は答え見るんだったら、頭の良さって何なのかって言ったらさ、答えが見えない中で答えを探せるやつなんだよ。で、証拠を出せっつってさ、証拠を出せないから議論をするわけじゃん。わかる？言っちゃん言ってる意味。存在を証明できてるんだったら、この議論すら必要ないのよ。だから日本が鎖国してた時なんか外人なんかそういう存在だったと思うよ。うん、
外人なんていないって、外人がよく分かんなかったんだと思うよ、日本人は。だから物差しが狭いんだ。だから坂本龍馬は物差しが極端にでかかったと思うよ。俺は少なくともそう思う。当時の常識っていうのをはるかに超えてた。悪魔の証明意味違うよ、うん、悪魔の証明はやってないこととか存在しないものを、あの証拠を出せないってことね。だからいっちゃんが存在を証明しろって言ったのが悪魔の証明を仕掛けてきたから、いっちゃんがバカだよって話だ。それを分かってないで悪魔の証明って使っちゃってんの、いっちゃんは。だからバカの恥の上塗りをしたんだよ今。やってないことを証明できないってことね。存在しないものを証明できない。だから宇宙人は存在しないものを証明できないって言いたいのに、存在を証明しろって言って悪魔の証明をって俺に言ってるんだから、意味を2個分かってないの。だから知ったかぶってるだけよ。知らない間に共存してる宇宙人が、今いる時点でおそらく200万個体いるんじゃないかっていうのは言われてるよね、計算上。要は水があって太陽系の惑星があってっていう地球に似た条件の星を計算上だと200万個体はいるんじゃないかっていうふうに言われてる。隕石って何か地球外の痕跡ありそうだけどね。まああるでしょ、うん、それじゃあ霊魂の存在もするか。いっちゃん今霊魂の話してない、うん、今霊魂の話してない。いっちゃんが言ったことっていうのは、例えばカレーライスめっちゃうまいよねって話で盛り上がってんのに、消しゴムの話しようぜって言ってんのと一緒、うん、それは逃げ。話をそらしたのはいっちゃんの方でしょ。負け惜しみはかっこ悪いよ、いっちゃん。話をそらしたのはいっちゃんの方だよ、うん、話をそらしたのはいっちゃんの方だよ、うん、何かの記事で隕石だとか星屑とか人間の成分が同じって読んだことがあります。おー、っていうか生物学的にさ、考えてなんだけど、酸素をそもそもエネルギーにしてることがおかしいんだよね。酸素って毒なんだよ、本来は。で、ある DNA がミトコンドリア DNA つって全く別の生物を取り込んだの。で、そうすると活動がぐんぐん上がったの。ミトコンドリアっていうのは酸素をエネルギーにしてたの。だから、なんか50倍ぐらい動いたんだよね。
だから今そのミトコンドリアと俺らが持ってる DNA っていうのが融合したのが俺らの祖先なのよ。だからビッグインパクト説でググってくると面白いよ。あの地球の地軸がなんで傾いてるのかとか、月がなんでできてるのかとか、全部説明されてる理論なんだけど、ビッグインパクト説。エヴァンゲリオンのあのファーストインパクトがビッグインパクトなんだけど。そう、月から飛来した民だって。あ、月からっつうか黒い月ね。要は隕石ね、でっかい。波動の科学読法、科学と呼べるのかっていうね、これが。サイン、コサイン、タンジェント分かってないやつの相対性理論。中学校しか出てない男が話すアインシュタインの相対性理論ですよ。中卒が語る幕宇宙論ですよ。初コメありがとうね、ボスケさん。宇宙人、私も同じ考え方してました。人間が解明できないことの方が多いのに、解明済みのこと以外全部嘘。あ、そう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 。そういうこと、あの、ねぼすけさんと同意見。風船ありがとうね。あの、科学って答え合わせが終わったことなんだよ。教科書で教わることって。これで行こう、みたいな。人類は。でしょ？で、科学って積み重ねに過ぎないんだよ。ここ数千年の。で、わからないことの方が多いんだよ。どう考えても。で、科学的ではないっていう理由で何か反論するって、俺、そっちの方が科学的ではないけどね。そもそも科学って何かって、神を探求するっていうかさ、神様とか天使とか地獄とかを証明するために発達していったのね。めちゃくちゃだよね、本当に。例えばさ、1たす1は2なのはみんなわかるわけだ。だけど1が何なのかってことを考えないんだよ。さっき言った観測によって1っていうのが変わる。例えば、俺を一人の人間として観測する場合は、1カウントになるじゃん。だけど俺の体重で測ったり、体脂肪で測ったりすると数字がずれるじゃん。これが観測を変えると、観測の方法を変えると、数字がずれるっていうのはここなんだよ。全く別に見える。細胞数で考えるのかとかさ、髪の毛の本数でもいいわけじゃん。そこが面白いよね。俯瞰してみれば見るほど数字は減っていくわけじゃん。で、ミクロに見ていくと数字が増えるわけじゃん。まあ数字は定義だろうね。その定義自体が変わるって話ね、今。だ、観測の仕方を変えると定義が変わるって。理系に強いの？わかんない。興味がある。まあさっきも言ったけど、中卒。ただの。ただの中学校卒業。それ以上でもそれ以下でもない。はい、ワード2、J さんいらっしゃい。中卒や、俺。
うん、大学どころか高校すら出てない、うん、高校はなんで行かなかった？まず中学の進路の時に行かないっていうことを言って先生と親を困らせたんだよね。いろんな理由があるんだけど、まずその、右向け右が気持ち悪かったっていうのとか、あとその、高校とか大学に行って、その当時の気持ちよ。当時、高校とか大学に行った時自分がサラリーマンになったりとかする可能性は絶対ないと思ってた。それよりも音楽とか好きなことで飯を食ってる自分の方がイメージが強くて、高校に行く時間が無駄に見えた。だったらアルバイトをしたいっていうのが俺の、もう中3の時点でアルバイトやってたから、金を貯めて、なんか授業を起こしたいっていうのが中3の時にビジョンであったの。で、行かないって言ってたのよ。で、その時も行かない方向で話進んでたんだけど、もういいやっつって。で、母子家庭だったの、うち。で、妹と弟もいて、妹と弟優秀だったから、そっちに学費回してほしいっていう風に思ってたのね、俺自身。それも少しあったの。0.5% ぐらい。俺はもうダメだっていうのを俺は分かってたから、その好き勝手行きたいから、弟とか妹とか真面目で頭も良くてスポーツもできたから、まあ、仇な生活できると思ってたから、こいつら、もう俺が3人学費なんて無理だったのよ。高卒でも。それ分かってたからもう行かない。それは親に言わなかったけど。うん、で、行かないって言ったんだけど、先生が推薦入学の推薦状勝手に出しちゃったんだよ。パソコンの高校なんだけど、情報処理科かな。で、その、行ってくれって先生が夜中ピンポンと押して、推薦状出しちゃった俺、つって。で、もう入学願書もお前に代わって出しちゃったと。行ってくれってお願いされて、すげえなと思ったの、俺は。その行動が。やっちゃいけないことじゃん。俺の代わりに願書出しちゃったんだよ。推薦状も出しちゃったの。あ、で、これは恩があるなと思って、まあ行くだけ行くわ、つって。一応テストだけ受けてみるわ、つって。その、要は、筆記テストなしだったの。面接とかだったんだけど、受かったんだよ。あ、じゃあ行ってみっか、つって。で、行ったけどダメだったんだよね、やっぱり。もう夏まで夏まではちゃんと行ってたんだよ。夏からもうずっと遊んでて。で、もうやめるわ、つって。で、やめた。だから中卒、うん、行ったは行ったんだよね、うん、高校出てないと困るな。俺は困ってないんだよね、それが、うん、ただ行きたいっていうのはあるね、学校に、うん、大学に行きたいっていうのはある、うん、今からね。大検とか受けないの？ね、40代ぐらいで金銭的にまずは億万長者になってからかなと思ってて。多分億万長者達成したら、じゃあ10億目指すわってならないと思うんだよ、俺の予想。金銭的な完全な解放、一生分稼げるようなもんだから、1億1回1年間で作れちゃったら。そしたら多分大学行くわ、とかなると思うよ。うん。NPO はね、作りたいなと思ってる。うん。行かん方がいい。遊びほうける。いや、多分それは若いからだと思ってて、俺は多分勉強すると思うよ。勉強する喜びみたいなものが、欲求があるから、自分の金で払って自分で行った場合って多分勉強すると思うよ。親の金で行くから遊ぶんでしょ、やらされてるから。自分でね、数千万出すわけでしょ。2000万ぐらいかかるわけでしょ。2000万もかかんないのかな。数百万かかるわけだから、だからまあ1億円達成するとともにやりたいことの歯科矯正、歯を治すことと、大学に行くことと、
あと世界中旅することとか、いろんなことがつながってるんだよね。その細かい夢っていうか、みんなにこうシェアしてる夢っていうのは、億稼ぐわって言ってるけど、なんか自分の可能性はね、いろいろ広げていきたい。何学部？経済学部か、その宗教か、宗教学部っていうのかな、その宗教を学ぶか、経済か宗教か、あとなんだろう、学びたいの。どっちかじゃないかな。宗教めちゃめちゃ勉強するか、経済勉強するか、どっちかだと思う。今のところ、二択。どっちかかな。宗教やめた方がいいかな。哲学も、まあ哲学よりは宗教に興味があるかもしんない。帝王学の、そういうのは興味ないな。別に俺王様になりたいとか思わないから。あとそのディベートとかを勉強してみたいっていうのはあるよね。あ、心理学は面白いかも。心理学はありだね。だね、心理学者あんまり好きじゃないんだよな。心理学者ってなんか、出家は60超えてからでいいかなと思ってる。もしブディストになるんだったら、本当にね、もうこの世に未練なくて、あとは死ぬ作業だなと思ったら出家はしたいなとは思うけど、60超えてからかな。もう後世に何もね、やりたいことも全部やり尽くしたっつったら、仙人みたいになりたいなと思ってるから、出家じゃなくてもいいの。田舎の方に引っ込んで、なんか、こう、法律はあんま興味ない。法律は全然興味ない。そんな感じかな。そろそろジーパン洗おうかな。1ヶ月経ったから。前回洗ってから。1ヶ月に1回洗うっていう方向で考えてんだよね、ジーパン。あとジーパンのさ、リペアっていくらぐらいするか知ってる？安いジーパンなんだけどさ、生活保護の時に着てたジーパン捨てらんないんだよね。穴ボロボロに開いたけどさ、やっぱ苦労してた時に履いてたから、もう穴だらけなんだよ、これ。ここも、全部、この赤く塗ってるところはさ、全部穴開いたところなんだけど、これさ、生活保護の一番苦しい時に履いてたジーパンだから捨てらんなくて、もうお尻の股の部分とかビリビリに破けてんだけど、これ履きたいんだよね。これ、いくらぐらいすっかな？ジーパンのリペアって。俺の実家買わない？いくら？でも大分でしょ？大分、住まないかな。大分の物価がわかんないし。ていうか、実家住みなの？いっちゃん子供いないんだっけ？子供に譲ればいいんだよ。子供いなかったっけ？150、90坪。え？ 90 坪で150万で売るの？安っ。え？ 150 万？え？1坪150万じゃなくて？90 坪の土地が150万で買えんの？それマジで言ってんの？いくらぐらいでやってくれんだろう？かけつぎ。検索すればジーパンのリペア。これまだ履きたいんだよな。かけつぎ。家もついて150万。マジで？マジで？
ああ、ちょっといいかもな。一箇所につき1000円ぐらいか、相当かかるな、じゃあ。5000円で買ったジーパンだけど。うん、高くつくな、多分。まあ、そんくらいするか。こいつは着てあげたいっていうのがあるんだよね。履いてあげたいっつか。このジーパン、今履いてるジーパンは一生履けるって言われたけどね。150万か。まあ、今、150か。大分か。大分県武田市。大分、住んだことねえからな。どんな土地かわかんねえかんな。なんとも言えねえよな。大分。150で買えるんだね。90坪、でかっ。海も近いね。いいとこだな。熊本も福岡も近い。80回のローン。100現金即金買う？みんなでクラウドファンディングして。いっちゃんの実家。買う？100万ならすぐ集まりそうじゃない？大分に。大分ってまた微妙だよな。もうちょっと面白そうだね。100でいいって。90坪の土地手に入ったらね、なんか面白そうだもんね。築年数はもうボロボロでしょ、多分。だから土地代がもうつかないんでしょ。20年以上経って。いっちゃんがいい、本当だよね。いっちゃんどこに住むんだよな。100万で売るって焼けっぱちじゃない？ちょっと。ただまあ土地を手に入れるっていいよね。俺の土地だよっていう。都内とかね、和道旅団の総本山作る。福岡ってまた微妙だよな。大分か。大分って微妙だよな。住んでるのは別なんだ。はい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 。要は、実家が手持ちの土地があるんだ。一括で買いたいよね。普通に、ね、全然ありな話だと思う。100万安いのか高いのかわかんないけど。バグった？何バグったって。ねえ。買おうかな。ちょっと考えとこう。いや、和道の別荘でなんか面白いね、シェアハウスみたいなのやりたいよね。その武田市っていうところどういう土地なのかわかんないけど。で、100万じゃ利益出ない。普通に不動産屋で売れないのかね。いや、俺地元は千葉だよ。もう全然帰ってないけど。もう帰ることもないだろうね。国を捨てた男だから。伊豆とか安いんだ。サータンお帰りね。終わりの隅か。まだ早くねえか、それ用意すんの。まだ早いと思うんだよな。まだ死ぬ準備するあれじゃなくていいかなって。攻める時かなって。君がその千葉めちゃめちゃ住みやすいよ。めちゃめちゃいいよ。すっげえおすすめ。千葉。住むにはめちゃめちゃおすすめです。でもまあね、せっかくだから土地買うんだったら有効活用する方向で考えたいかな。
あ、ついて読むの、うん、住みたい県、神戸は住みたいとか、あと、なんだっけ、徳島じゃなくて、四国のね、あそこ良かったんだよ。松山だっけな。うん。リスワン取るのに必死なんじゃないの。なんか最近やたら噛みついてくるんだよね。別に何にもないよ、サムさんには。それが境の剣、盗っ人がごまかして、今名前変えて逃げてる。他の教会とか曖昧だよね、本当にね。適当だよね。東京がかっちりルール組まれすぎてるだけだよね。田舎って適当だよな、本当に。ここ日本かなって思うもんだよ。知らない、バナナさん。全然興味ない。ゆったん、おはよう。教会は俺が知ってる。名言だよね。自分の家の土地なのに、教会は俺が知ってる。なんかかっこいいな。教一一ちゃんがかっこいいよね。俺も言いたいもん。教会は俺が知ってる。そうだよね。自分の土地なんだからね。でも、そうだよね。もう、いっちゃんもいい年だしさ、若い世代にどんどん渡した方がいいんだよね。どうせ腐らせとくだけならさ、意味ないもんな。世代交代の時期だよな、そろそろ。武田氏の壺単価ってどれくらいなんだろう。武田氏、壺単価見てみるか。壺単価。武田氏壺単価。どれくらいだろう。下落してるんだね。ちょっと待って、武田氏の壺単価見てみるか。え、一つも5万でしょ？いっちゃん、100万で売ったら損するよ。ちょっと待って、竹出し結構高いぞ。いっちゃん、これ多分別に、え？ちょっと待って、大丈夫？坪単価5万じゃん。え、いっちゃんのところは5万円のところじゃないの？うん、5万って出てるよ、坪単価。90坪でかける、まあ、5万は、140万ぐらいじゃないの？ 150 万のものを俺に100万で売ってくれんの？いいの？え、買おうかな？買っていいの？ちょっと細かい住所教えてよ。普通に買おうかな、俺。見えろ。ね、普通に、だって5分の1ぐらいの価格じゃん。
普通に売ってくれんならもらおうかな。マジで言ってんの？買おうかな。いいの？あ、まあ放置してたらね、不動産通したりとか売りに出すのめんどくさいもんな、手続き。あ、じゃあいっちゃん買うわ。うん、いっちゃん買う、それ買うわ俺。いや、引っ越しじゃなくて、とりあえず土地買ってみようかな。土地買ってみた。あ、そう。まあね、今後上がる、値上がりする土地ではないもんね。ねえ、ちょっと待って住所ピンポイントで送られてきた。街中じゃない。ジョイフルホンダが近い。個人売買大変なの。いいんじゃない？ 100 万渡してざっくりで。不動産に詳しいリスナーいないかな。大事付きって何？どんなところなんだろう。値上がりする？国道沿いの、まあ、駅もそんなに遠くない。え、悪くなくない？この土地。いや、悪くないよねこれ。え、いっちゃんさ、これ悪くない土地じゃない？いっちゃん、え、これ普通に、まあ悪くないね。まあ400万ぐらいだね。大技って読むの？大技。亀井から近いですか、いっちゃん。亀井。亀井って何？え、みんなに質問なんだけど、これ買いかな？これどう思う？これ買い？みんな的に質問なんだけど。これって買い？認可が多い、大技。え、買おうかな。よく調べて。ん？ 100 万渡して、なんか、頭いい人にやってもらえばいいんじゃないの？亀井ホテル？よそも受け入れてくれる？あ、まあ田舎だとそういうのあんのか。ジョイフルホンダが近い。住む気なら買い。使い方だよな。いや、予算いくらまで出せる？経費もかかるんじゃないかな。100なら買いだよね。どう考えてもね。買う？ 100 万なんとか集めて。一回見に行って。え、いっちゃん、ちょっと本気なの？それ。ネタで言ってるとかじゃなくて本気で考えていいの？なんかでも良くない？生主から生主に継がれた家ってなんかいいよね。大技って超田舎だけどいいの？いや、まあまあ、なんつうんだろう。引っ越すかどうかは別として、まあ土地を所有してる分にはまず別に問題にならなそうな土地ではあるんだよ。リフォームの時だけ出したから100万補助金。マジで？めちゃめちゃ買いじゃん。そう、土地を買ってまっさらにしてね、リフォームとかめちゃめちゃいいかもね。だからどんな土地感か分かんないから、車がないとダメ。まあ電車はそんな遠くないけど、大分に住むっていうのはあれだから、別荘的な感覚でどう？別荘いっちゃんさ、電話できる今。いっちゃん、LINE できる？ LINE か電話。なんかまた詐欺とか、いっちゃんを騙したとか言われそうで怖いよね。
みんなちゃんと証言してよ。また和道がお年寄りから作業してるとか言われたらたまったもんじゃねえよ。できる電話どうすればいい。 LINE 持ってる。いっちゃん LINE がいいんだけど、俺 LINE 持ってる。使い道次第。いくらぐらいかかんの固定資産税って。固定資産税っていくらかかる。買うか土地。なんか俺も32だしな、頭はまあ回るよな。 LINE かけてきてよ、いっちゃん。今俺にストリートビューが使えないのが痛いな。家でかっ。民家がいっぱいあるし、畑だな。一年で数万円だったら悪くなくない？別に。山だな、おい。山だらけだな、おい。あ、LINE は？じゃあスカイプで電話かけるから、電話番号教えてほしいな。ちょっと一回枠取り直してもいい？枠取り直して OK だったら手挙げてください。ちょタイトル変えるわ。うん。Google Earth で見れるね。だからそれも含めて。うん。じゃあ枠取り直してよかったら手挙げてください。タイトル変えます。電話かけていいよ。ただね、電話、俺が、番号を持ってないから、俺からスカイプでかけるの、電話を。いっちゃんの電話番号教えてほしい。じゃあ一旦かけます。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。